あ、なんだろう、これ。これ。なんかね、いちごジャムというか、ん？チョコのジャムみたいな感じ。自分で買っといてわかんないんですけども、プロテイン、スプレッドって書いてます。ミスターのさん、これ、どうするんですかね？これパンにつけて食べるんですかね？なんか、太りそうだな、これは。水に溶かして、お湯に溶かして、ドリンクで飲むんですかね？なんですかね？ 360g 入ってるそうです、これ。ね。よろしかったらまた教えてください。では、プロテインのスプレッド、こちらの方を試してみましょうね。まあ、これはね、普通のピーナッツバターみたいに、こうやってトーストに塗るだけなんですけども、ちょっと食べてみましょうか。うん。ほんとは普通のね、チョコですよ。チョコピーナッツバターというか。うん。360g 入り？うん。美味しいだけ。うん。これで、プロテインになるんですかね。まあ通常このぐらいのピーナッツバターだったら300円とか500円だと思うんですけど、そう考えたらピーナッツバターとして食べるなら高いですね。まあプロテインとして取るならまあまあかなと。じゃあプロテイン効果があるのかどうかどうか分かりませんけども、大和くんも吠えてますね。まあ引き続きいただきます。まあ美味しいけどそんなにたくさん注文するもんではないですね。いただきます。